どうも奈良コミのタカです。今回は奈良県でコスパ最強、食べ放題がついてくるお店を4店舗ご紹介いたします。お店に入らないと食べ放題があることに気づかないお店もありますので、ぜひ参考にしていただき行ってみてください。それでは早速レッツゴー。大型リニューアルでバイキング付き、今すぐ行くべきおしゃれカフェ。はい、ということでこちら大和郡山市にある井戸のカフェテラス奈良さんの方に到着いたしました。なんか雰囲気いいよね。ねえ、でこちら昔ラーメン屋やったけど変わったんよね。ね、はい、ちょっと気になるから早速行きましょう。行きましょう。はい、はい、っていうところでね、お店の方に到着しまして。超おしゃれやね。2020年の夏になんかリニューアルされたらしくて、うん、それよりも前に1回に行ってて、その時はね、あのラーメン屋さんやったよね。あ、そうやね。それがちょっと一新されてカフェになってるよね。カフェで、こちらね、何がすごいってテラス席がすごいね、なんかおしゃれな感じのテラス席やねんけども、おしゃれやったね。ペットも可能なよね。犬と一緒に楽しむことができるっていうのと、でメニューもちょっと見てもらうんやけども、バイキングがあるんよね。ねえ、めっちゃ嬉しいな。サラダバイキングがあるんですよ。そういいやん、はい、こういった Wi-Fi とか、あとコンセントとかもね、うん、あるんで、ゆっくりとねくつろぐことなんかもできますと。メニューはこちら、タッチパネル式。まずこのカフェランチ、めっちゃあんなメニュー、 1,2,3,4,5,6 ってこうあって、博多明太のペペロンチーノとかあんねん。美味しそう。ローストビーフとも気になるもんな、ここな、うん、これもな、エビめっちゃあるもんな、これ意外に安いよな、1400円でそんなサラダバー、ドリンクバー、バイキングかなり安いな。なあ、リーズナブルかなりなこれだけでもおかしないもんね、言うたら。そうやんな。やっぱこっちのメインといえばもうこれやと思うね、ローストビーフ、自家製ロース。はい、じゃあこれいきましょう。で、やっぱこのお店といったらラーメンなんで、麺物、ラーメンのセットで、ラーメンとご飯物とサラダバーもついてる。サラダバーついてるセット。なるほどね。ホルモン丼定食いっていいっすか。いいっすよ。はい。あ、ラーメンの種類も選べるんねんな。ほんまや。豚骨醤油味噌こってり、担々麺とかにもできるんや。ほんまやね。お、めっちゃいいよ、中太麺できるよ。へー、中太麺好きやから。次、ネギ抜きはない、決定。いいよ。ワンちゃんのおやつとかあるやん、サイドメニューと。これか、ワンちゃんのおやつが。すごいね、ワンちゃん用のメニューちゃんとあんねんな。のテラスバーベキューとか予約したらできんねん。3500円できるんよ、めっちゃええやん。他にもこういったメニューあったりとか、いろいろありますね。お、ちょっとこれ気になるね。マスターのおまかせランチとかもあんねん。お子様ランチもあんねんな。ほんまやな、いいやん。プラントベース、地元野菜の香草グリル。なるほどね。他は丼物もあると。サラダバー取りに行ってきます。これやね、自分で取る。すごいな、いろいろ。すげえ。ボールの方で取るわ、こぼさんように。うん、分からん。よし、よし、取ってきたよ。おお、いいね。これあのチェーン、なんかもうさっき贅沢やなほぼ全部入れてきた。すごいよ。あのなんか知らんかってんけど、好きな具材を取って、でココナッツミルクをかけて、でナッツとかきな粉とかを振りかけるっていう、もうほんまに自分の好きなように取ってきた。あんまりなんかこういった食べ放題ないよな。なあ、キウイとかみかんとかマンゴーとかのフルーツと、タピオカとかね、白玉とかベリーとか、もうほんまに好きなやつめっちゃ入れてきた。へココナッツミルク。ドリンクは何なの。ドリンクはなんかマスカットドリンクみたいな、紙パックのジュースのやつ持ってきた。なんかホテルバイキングみたいな感じよね、ちょっとした。いや、ほんまにホテルっぽいよな。そう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 、いただきます。いただきます。このホルモン丼の香りがすごいいや、うまいよね。まあ、まずはでもちょっとその前にラーメンの方からスープからいただきます。スープがなんなんやろな、これ。まあ、豚骨かな、ベースはかな。ちょっとなんか左と右でちょっと色違うけどな。うまい。うまいな。いただきます。ん、なんか独特なスープ。うまっ。豚骨ベースやけど、うん、なんかコクがすごい深いんだけど、めっちゃ独特やね。こんなん初めて。
基本じゃん。なんでこれこんなん初めてやん。そう、でもなんか豚骨っぽい気がする。豚骨がベースだと思うけど、うん、分からんな、深く選べたよね。そう、中太麺で、まあ中太やけどまだ細い麺やな。そうやね、どっちかといえばストレート。でも細麺やったらめっちゃ細いんだな。そういうことやね。うん、うん、お、すごい小麦の香りがすごっ、めっちゃうまい。中太麺やからやっぱりしっかりとね、歯ごたえあるわ、コシというかちゃんと感じられて、やっぱこのなんか独特なこの豚骨のスープの香りがすごい鼻に抜けていく感じがめっちゃ美味しい、ね、ベースがそのすごい豚骨のめっちゃ濃厚って感じじゃないから誰でも楽しめるラーメンって感じがしますね、うん、味玉うまっ。その味玉はもう間違いないよな、めっちゃ濃厚やもん。このもんのやばないこれご飯もね 200g ぐらい入ってるじゃん。これはやばい、めちゃくちゃもう脂のジューシーな甘みと、噛めば噛むだけホルモンのうまさが口の中で広がって、これやばいよ。ホルモンってやっぱこう噛み切られへんとか思いがちやんか、うん、コロンとろっとしてるから食べやすい。そうやな。じゃあちょっとおんちゃんの方も食べていきましょうか。はい、自家製ローストビーフというところで、うん、めっちゃ美味しそうなよね。いただきます。うん、うん、うまっ。めっちゃ肉肉しいな、うん、このローストビーフ。でこの上のさ、うん、香味野菜っていうかなんかシャキシャキしてて、シャキシャキしてる、めっちゃ美味しいな。これご飯と合うローストビーフって感じな。そう、ご飯進むやつな。ローストポーク、ローストポーク、中にレタスとか玉ねぎとか入ってるね。そうやね。いただきます。うん、美味しい。でも野菜めっちゃシャキシャキやし、でね、その豚も結構ね脂身感じるみたいな。そう、脂身感じる、うん、めっちゃ美味しい。でも野菜があるからさっぱりと楽しめるし、そう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 、サラダバーついてるけど、ローストビーフのプレートはもうサラダが乗ってるって。サラダあんねんな、もありがたいね、いっぱい食べれる。うまいな。コスパ最強、何食べても OK、 世界の料理が楽しめる最強ビュッフェ。今回お伺いさせていただいたのは奈良県北葛城郡高陵町にある神戸クックワールドビュッフェ奈良高陵店さん。こちら先払い制のお店になっているので注意事項などの説明を聞いた後にお店へ入ります。ちなみに料金はこちら。この価格帯マジで安すぎてビビりました。電子マネーやクレジットカードも対応しています。席には番号が書かれているので指定の場所へ向かいます。店内は開放感があり約270席ものテーブル席が、これがまたすごいんです。広めのテーブルに椅子とソファー席があったり、椅子のみのテーブル席があったり、子供用の椅子もあるし、なんと後ろがマットになっている席なんかも。他にも個室になっていて大人数で打ち上げができるようなテーブル席なんかも。会社の打ち上げや学生の打ち上げなんかにも使い勝手良さそう。奈良込みの打ち上げもありやな。また2人掛けの席であったり広々としたソファー席、今回ここに座った一人用のカウンター席なんかもございます。様々なシーンによって楽しむことができるお店です。バイキング形式で好きなものを取りに行けるスタイルですが、目の前にはシェフもいらっしゃってタイミングによっては作りたてもいただけます。それではお料理を見ていきましょう。いろんなお料理があるのですが、料理名の横にどこの国のお料理かも国旗で書いてあるので世界各国の料理が楽しめている感じがして、選んでいるだけでワクワクします。限定メニューなんかも発見。家ではなかなか作るのが手間なお料理がずらっと並んでいて、どれもめっちゃ美味しそうです。皆さんはどれを食べたいですか？いや、全部食べていいんですよ。ピザも3種類あり、しかもどれも本格的。目の前で作ってくださっているのを見ることなんかもできます。またうどんやラーメンなどセルフで作って食べるスタイルで、子供さんにとっても楽しいと思うし、量を自分で調整できるのが良いですよね。スープなんかもあるし、お汁粉なんかも、他にはみんな大好きカレーライスなんかも。他にもフライドチキンや唐揚げ、
コロッケやポテトなんかもあるので、お子さんにも喜ばれると思います。あと天ぷらもあるってすごすぎるのよ。しかもそれだけではなくて、おばんざい系の料理があったり、やみつきキャベツなどお酒と合うグルメも、斬新な商品もあるので、これも魅力的やし、エンターテインメント。サラダもいろんな種類の野菜があり、ドレッシングも豊富にあり、野菜をたくさん食べないといけないタカにとっても嬉しい限りです。そしてスイーツも豊富なんです。自分好みでパフェが作れたり、アイスシャーベットも6種類あったり、豆腐ドーナツやチュロスもあるし、フルーツも、お、クレープも手作りで作れちゃいます。他にもケーキ系やゼリーなどもあり、こちらも本格的。しかもドリンクバーも料金に含まれているのですが、ドリンクも豊富。ジュースやコーヒーが楽しめるドリンクバーであったり、炭酸水嬉しい、ウーロン茶と麦茶とお茶も2種類あるし、ティーなどのホットドリンクなんかもございます。お料理を取りに行くときは手袋を両手につけることを忘れなく。ということで、お料理を取りに行ってきます。まずタカが選んだお料理はこちら。なんか性格出ますね。ジュースはオレンジジュース、おんちゃんはこちら。うう、やっぱり性格出る、めっちゃ美味しそうやん。それではいただきます。まずはこのホルマッチピザ、ヨーロッパフェアの商品です。わあ、うまい。チーズもとろっとしていて、生地もしっかりと美味しかった。全部を解説していると数時間の動画になるので割愛させていただきますが、いろんなお料理を少しずつ食べられるし、気に入った商品はガッツリと取って食べても良いし、最高のお店です。タカ大好きなワカメも遠慮なくいっぱい取ってきました。フライドチキンもサクッと美味しかった。こんなもんじゃ終わりません。完食、もう一回できます。うっ、ほい、2回戦いろいろ取ってきました。2回目はウインナー以外は先ほどと被らないように取ってきました。おんちゃんも2回戦どことなくバランスいいな。ピザはもちろん全種類いただいちゃいました。作るのに手間がかかる料理ばかり食べられて幸せです。途中うどんを作って食べたり、大量のメンマが入った豚骨ラーメンもいただいたり、これ両方タカが食べました。おんちゃんはカレー、2種類のルーが入ってるやん。コーンスープも取ってました。これはね、めちゃくちゃお腹いっぱいになるし楽しいね。ほんまにいろんなね、食べ物あるからおすすめよ。デザートはって、おんちゃんめっちゃ取ってきたな。クレープもあるし、もうスイーツバイキングやん。僕はお腹いっぱいすぎたので2種類のアイスシャーベット、シンプルなバニラとかチョコレートだけでなく、ミントやクッキー&マリナなのもあるので魅力的ですよね。めっちゃお腹いっぱいやけど、最後まで美味しく楽しくいただくことができました。ごちそうさまでした。食器はご自身で返却口に持って行ってくださいね。ついに奈良に誕生、食べ放題付きの1000円ステーキ。はい、ということでこちら到着いたしまして、大和郡山の方にありますワンダーステーキさんの方です。なんとこちら見てもらったら分かるように1000円ステーキっていうところでも大きくね、大々的に出てますね。すごいな、めっちゃ目立つな。ねえ、でこちら国道25号線沿いにあるお店で、焼肉市場のまあ隣になりますよね。そうやね、隣やね。駐車場はこの下と上のね、2つありまして、柱がちょっと危ない。早速ね、行きたいと思います。あ、はい、初めてです。牛ハラミ&チキンステーキセット1つと、これですね。あ、1つはこっちでお願いします。ハーフハーフで。はい、1つがこのスタンダードの、牛ロースステーキセットでお願いします。以上で。はい、以上でよろしいですか。はい。ベルになりましたので、ここまで食べてみてください。はい、
やったぞ。なぜなぜ。ちょっとあれは世話しない。世話しない。めっちゃ賑わってるね。そのタレとかあってんの？え？タレ取らなあかんで。あ、そうなの。全部セルフやで。知らんかった。まあ、そうやわね。店内自体めちゃくちゃ広くて、奥の方に進んでいただくとね、まあ、あの座敷もあるし、半個室みたいな感じのね、あのテーブル席なんかもあるっていう形で、めちゃくちゃ広々としてますね。入り口のところにはね、カウンター席もあったよね。そうやね、だから一人でもお伺いしやすいし、数人でもお伺いしやすいお店かなと思いますね。はい、オープンと同時に来てんねんけど、うん、並んでたから。めっちゃ並んでたし、続々と入ってきたもんね。そうそうそう、めっちゃ人気やんって思って。平日やのにな。なあ、驚きよな。ね、というところでね、期待感もあるんですけど、もうね、メニュー到着してますんでね、早速食べていきたいと思います。はい、いただきます。というところで、いやめちゃくちゃあれやな、肉厚やな。ね、大きいよね、1000円。そうやね、これで1000円かっていうところで、僕の方はね、ロースステーキです。はい、ソース3種類で、左からガーリックソース、うん、ポン酢、うん、で、おろしステーキ、おろしステーキソース。まあ、初めはね、おろしで、うん、いただきます。いただきます。うん。あれ。めっちゃあれやな。ガツンとしてんな。うん。肉肉しすぎる。さすがロースってところで、脂身というよりはもうマジで肉肉さをめっちゃ感じられて。うん、やっぱこの鉄板やからさ、ずっと熱々やし。で、ちょっと長く焼いてたからかもしれんけど、あの表面がカリッとしてんねん。そうそうそう。すごい柔らかいっていうよりもなんかワイルドで、まあ、噛み応えはあるねんけども、ただ噛み切れへんような硬さまではいかへんし、そういった意味ではすごく食べやすくて、肉肉しいお肉で美味しいなと思いますね。1000円でこうやってステーキ楽しめるってなかなかないと思うし、めっちゃいいよな。満足できるな。甘辛いキムチやね。うん、美味しいな。これもご飯進む味でめちゃくちゃ美味しいです。ポンちゃんの食べていく。うん、ポンちゃんの何やったっけ。ハラミとチキンのコンボ。なるほど、じゃあまずハラミの方から食べていってくださいね。ニンニクソースいただきます。うん、うまい。ハラミ美味しい。噛めば噛むほどね、旨味が溢れてくるね。お肉の甘みがやっぱロースよりなんか強く感じ出てる感じがするな。そうやね、ソースもうまい。ソースうまいよな。このおろしソースがめっちゃ好き。おろしソースうまいな、これ、うん、うまいこれだけでも。おろしソースだけでご飯いける。そうだと思ったチキンステーキがあるってのも嬉しいな。なあ、てかおろしソース MVP かもしれないうん、うん、もうチキンステーキ美味しいな。いや、こういうとこ来たら牛頼みがちになるけどチキンステーキ美味しいな。でも結構しっかりと鶏のね、旨味みたいなのを感じられるな。しっかりしてるな、味な、厚みがあってね。うん、やっぱ牛よりもジューシーさがあるわ。美味しいな、これな。美味しい。いや、いつまでもこの鉄板の上で熱々っていうのが嬉しい確かにな、うん、ステーキ屋さんって聞いたらやっぱ敷居高そうやん。まあそうやな、それ敷居の高さとかは全然ない。そうそうそう、これ人気やわ。なんか気軽に楽しめるけど、ゆっくり食べられるもんな。うん、やっぱゆっくり落ち着いて食べたい方は奥の方に来てもらうといいかもしれない。確かにね、ちょっとね、なんか躊躇するのに奥の方行っていいんかなみたいな雰囲気出るから全然行けますしね。仕事の合間とかでもパパッと行けるよな。そうやね、うん、結構提供時間も早いし、うん、テーブルにはね、こういったブラックペッパーとか、あとこういった塩なんかもね置いてくれてるんで、お好みでにつけてもらうことなんかもできます。フォークとナイフはあっちのねセルフのとこに置いてあったんやけど、お箸はね卓上に置いてくれてます。そうやな、結構子供用のね皿とかもあったよね。あったね。子供ともね、お肉好きな子供とも来てもらえたらいいよね。うん、ふいー、おかわりとパン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 。持ってきてくれたんや。持ってきてくれたんじゃなくて私が食べんねん。知ってるパンあるっていいよな。な、おんちゃんどっち派なの？パンご飯、ステーキは。ステーキ絶対ライス。ああ、そうなんや。絶対ライス。僕あのビッグボーイの時は、うん、ハンバーグやけど、うん、絶対パンやったな。あ、そうなんや。ああ、うん、美味しいね、うん、サイズ感もね、そんな大きくないから、うん、パクパク食べれちゃうね。1200円前後で本格ランチ、懐かしさや魅力が詰まったおしゃれカフェ。今回お伺いさせていただいたのは、奈良県御所市西寺田にあるハッピーダイニングラボ&カフェさん。店内に入ると正面にはずらーっといろんなお惣菜が並んでいる。詳しくは後ほど。奥にはおしゃれな雰囲気が広がっており、ランチや軽食がいただけるテーブル席なんかがございます。
南国っぽさもあっていい感じ。カウンター席もあるので一人でもお伺いできますよ。はい、ということで、ね、こちら到着いたしまして、ちょっともともとね惣菜がテイクアウトできるお店だと思ってて来させていただいたんですけど、まさかこういった素敵なカフェがあるというところでね、まあ、急遽ね食べるという形で、はい、メニューなんですけど、まあ、いろんなパスタありますよ、まあ、アラビアータとかペスカトーレとか、まあ、あとカルボナーラとか、まあ、いろいろあるんですけども、これなんとね全部これ値段セットになってまして、パンが食べ放題なんですよ。びっくりしたわ。ね。ね、サラダ、ドリンク、パン食べ放題。そうなんよ。ね。まさかこんな魅力的なお店があるとは。でセットにされた方はこれ300円でね、こういったスイーツプレートがあったりとか、あとこの幻のね空の雲っていうシュークリームがあったりとか、まあ、こういったね、まあ、スイーツもね豊富にありますよね。ね。でコーヒーもね売りのお店というところで、ブレンドコーヒーも。なんか2種類あるね。ね、アンドブレンドとシャープブレンド。ね、まあ、他にもジュースもありますよっていうところで、パフェなんかもあります。意外に安いっていうな。ね。うん、まあ、期間限定品やな、ね。うん、サラダ。すごいの来た。すごいの来たね。すごいグラグラや。やば倒れそうやん。おしゃれな。こちらドレッシングな。はい。ドレッシングの手作り。あ、これは見たことあるぞ。はい。へえ。そうやわ。うわ、めっちゃもっちりしてるわ。え、なにこれ、すごいねんけど。へえ、この食感なかなかないぞ。ちょっともう一回、やっぱだいぶもっちりしてるわ。で、なんか唐辛子のね、あの絵があったからさ、なんか唐辛子のスパイス効いてるんかなみたいな思ったけど、うん、そんなこと全然なくて、どちらかといったらまだ甘めな感じがするような。へえ、すごく美味しくいただける。カメラ回ってなかったらがっつきたいんだけどめっちゃ口の周り汚れるやん。いいよ、汚して。丁寧に食べてんねん、これでも、はい、パンはおかわり自由というところで。めっちゃ嬉しいな。めっちゃ嬉しい。もう死ぬほどお腹いっぱいになるでな。チーズのパン、うまっ。しっとりと小麦そのものがうまいな。ピザっぽいな、これは。うん、おいしいね、これも。ちょっと辛い。あ、スパイシーなんや。生地めっちゃふわふわやね。うん、あ、うまい、辛い。パンもこれおかわりとかできるんですもんね。もうおかわりお持ちしましょうか。いやいやいや、ちょっと厳しいんで。ちなみにこれパンおかわりした場合って同じパンが来るんですか。あ、ちょっと変えさせてもらいますけど。あ、そうなんや。多少は変わったりはします。このパンっていうのはサンタベーカリーさんとの兼ね合いですか。そうです、そうです。やっぱそうやったね。なんか本格的なパン屋さんのパンが食べられると。もっとお腹ペコペコの時に来ていっぱい食べな。いや、ほんまそうやで。コーヒーのおかわりはよろしいですか。あ、そんなもあるんですか。コーヒーおかわりできるんですか。すごっ。すごい。あ、今のところ大丈夫なんですか。そうなんや。一杯無料なんですね、はい。めっちゃありがたいな、ね、ありがとうございます。うまっ。めっちゃ濃厚。中のクリームがバニラビーンズも入ってるし、生地がクロワッサン的な生地なんや。層になってるやつ、パイ生地になるんか。これってサクッと美味しいね、うん。おー、このコーヒーめっちゃうまい。めちゃくちゃコクが深くて苦味もね強く感じますね。うわー、美味しいな、これ。ドンピシャやわ、これ。何この上品な感じ。上品な風味があんねんけど、これ何なんやろ。あんま何かって言われたら分からんけど、なんかキャラメルっぽい。ああ、キャラメルっぽい、確かにそう言われたら便乗やけど。めっちゃ層になってるからさ、いろんな味が一口で楽しめるね。いや、これ甘いもの好きはたまらん味やね。な、ごちそうさまです。めちゃくちゃ甘かった。ちょっとお惣菜なんかもありますんで、ちょっとおすすめなんかも聞きたいなと思います。はい、ということでね、こちらねお惣菜も購入することができまして、ちょっとこちらね見ていきたいなと思うんですけど、この中でなんかおすすめのお惣菜とかあったりしますか。
今ちょっとこの低温調理と低温調理、はい、豚バラ塩だれっていうのものすごく柔らかくて美味しいです。へえ、まあ、こんなん当たり前やねんけど、うん、もうめちゃくちゃ手作り感伝わるし、うん、どれもなんか美味しそうやんな。なんかまたスーパーに並んでるようなものとはまたちょっと違う、一手間加えられてるようなものが多いなっていうのが印象的なんですけど、めちゃくちゃ美味しそうですね。低温調理の豚バラ塩だれいただきます。めっちゃ柔らかそう。めっちゃ美味しいな。めっちゃ柔らかいですね。柔らかいでしょ、うん、美味しいで美味しいで。この塩だれがまたね、食欲そそるというかね、ご飯とも合うし、お酒ともいけるわこれ。めっちゃ美味しい。いかがでしたでしょうか。気になるお店はありましたか。好きなものを好きなだけ食べられる魅力的なお店が奈良県にはございます。ぜひ皆さんも動画を参考にし行ってみてください。今後とも奈良コミでは飲食店の紹介やグルメ特集、ドライブ企画などを行っていきますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。